日本最古の地下道、青の道門ベトナム戦争に使われた、全長 200km に及ぶベトナムの、口トンネル地下道とは、地下または土中をくり抜いて設置された、不特定多数の通行のためのトンネル通路である。都市部において、主要火星や鉄道、道路を横断するために設けられる。都市の地下構造物は、地下通路、地下街、下水路、地下共同校など多岐にわたるが、 本校では主に人の通るための通路としての地下道について詳述する。地下道は地上の歩道橋や古墙橋と比較して建設に多額の費用がかかる。また、地下にあるため常時投下しておく必要があり、換気や防犯の点でも留意する必要があるため、設備の維持回収に要する費用も高くなり、一般的には都市部で景観を優先したり、 家境用の土地の確保が難しい場合に設置される場合が多い。寒冷地では防寒と積雪対策のために地下道を設置する場合がある。また、軍事目的で地下道を掘る例も多く、ベトナムの口トンネルなどは有名である。世界で最初に人が通れる人口の地下道として完成したものは、ギリシャの歴史カディオドロスによると、古代バビロンの王宮と神殿をつなぐ目的で、 ユーフラテス川の下に設けられた地下道で、紀元前2000年頃のものと言われている。日本最古の地下道としては1763年に完成した菊池博氏の小説で有名な青の道門が知られている。トンネルの歴史も参照日本の道路法上、地下道はトンネルとして道路構造例34条に規定されている。約290メートルの地下道、 ルーセントアベニュー日本の行動の地下を利用して作られた地下道は道路法上の道路管理者によって道路として管理される。そのため通行の妨げとなるような店舗や設置物は原則として認められず、例外的に道路管理者から道路専用許可を得た場合にのみ認められる。また、広告についても道路標識以外の形出物については道路管理者の許可が必要とされる。 なお、商用の道路専用の場合には、道路管理者は必要に応じて、道路専用料の徴収が認められている。従って、日本の地下道で、いわゆる地下街として発展しているのは多くは、私有地の地下にある、純地下道の場合が多い。河川の下を通る地下道は、河川管理者によって管理され、おおむね道路と同様の使用制限と、河川専用料の支払いが生ずる場合がある。 地下横断歩道も参照映画ありがとうございます。